最後に拾えたりすんのかな。このまま一回やってみようか。あ、なあ過去、今何時って聞けるようになってる。ありがとうじゃなくて、今何時？え、今何？突然。そうね、だいたい午後3時前くらいだよ。だいたいじゃなくて正確な時間教えて。そっちは今何時なの？え、正確な時間？午後2時50分だよ。なんかあんの？こっちと同じだ。同じ時間なんだね。あ、そういうこと。これ過去と未来の話じゃないの？もしや10年のやつとか全くないのかってことなのか。いやでも、いやどうなんだろう。ん？どうしたの？あー、オッケー、ここは変わんねえんだ。そうだよね。あ、でも、カコちゃんがこいつのことを殺させようとしてんのかな？まあ、逃げ切るけど。なんか、調べれるとこがあったりすんのかな？うわー！バカだった。逃走成功の秘訣は急ぐことである。とにかく急いで逃げよう。それしかアドバイスだ。そうだよね。ごめんごめんごめん。分かってた分かってた。だよね。え、普通にこのまま逃げていいの？開かないは開かないんだもんね。ナイフで刺すふりをするができるようになってる。よし。私は黒フードの人物を力いっぱい押し飛ばした。その人物はよろめいて少し離れたところでしゃがみ込んだ。未来ちゃんどうしたの？ナイフで応戦した。ナイフが刺さって私人を殺してしまった。え？何かが割れた音が聞こえて私は手元の天井を見た。もう向こう側に彼女の姿は見えない。で、天井が。やめて、助けて。いやー、殺そうとしてない俺は。大丈夫。誰もあなたを傷つけない。だからそのナイフを離して。もう今度は2周目のやつしかわかんねえや。ん？私は黒フードの人物から素早くナイフを取り上げた。あなたは何も怯える必要ないよ。私はあなたを絶対に傷つけない。そう言いながら私はその人物のフードを取り去った。あ、過去！私のこと、あなたを殺そうとする悪者だからナイフで身を守れって言われていたんだね。そうなの？え、どういうこと？彼女は小さくうなずいた。あ、こいつが本物の犯人？ようやく会えたな。なぜ？途中からうすうす気づいてたんだ。そうだったら嫌だな、そうじゃなかったらいいなとずっと思ってた。それがさっき確信に変わったんだ。あ、そういうことか。この女の子はカコちゃんの娘とかなのか。いや、何なんだ。え、私気づいたんだ。本当は天鏡は、え、4枚とかあんの？存在しないんだろう。だろう、でも多分。過去や未来を映す鏡なんて存在するわけがない。本当は天鏡なんてものは存在しないんだろう。ふ、あなたが全てを理解できてるとは思えない。え？何も話すことはない。え、どういうこと？待って。何なの？え、どういうこと？あー、エンディング別バージョンが撮れたな、これ。やっぱ、あと一個、あんのかな？日記が。俺が見つけれてないだけで。いや、むずいな。あ、飛ばせんだ。あれはカコちゃんなのかな？まあ、でも白髪の、あ、時間をかけて、塚邸内を探したが、彼女たちの姿はどこにも見当たらなかった。塚邸から脱出した私は周辺を探してみたけど、やはり彼女たちはいなかった。一体彼女たちはどこへ行ってしまったんだろう。今となってはもう私に知る術はない。あれから幾年もの月日が流れたが、私は今でも時々あの時のことを思い出す。そして思うのだ。あの不思議な体験はもしかしたら夢だったのではないだろうかと。ノーマルエンド失踪。彼女たちはどこへ行ってしまったのだろう。おそらく主人公が的外れの発言をしたため、話をする気を失ってしまったと思われる。よく考えて、ああ、オッケーオッケー。カッコつけちゃった。ないんだろとか言っちゃったわ。え、でもないんだろって思ってたけどな、俺は。じゃあ2枚あるってことなのかな。もしかしたら。蒼天鏡、あ、そうか、蒼天だからか。つまり蒼天鏡、天鏡はこのように2枚あるんだろう。そういうことか、ふ。あなたがすべて、ああ、違うの。え、違うの嘘だろ、2枚じゃねえの、もっとあんの、4枚あんの、目なの。
装填、装防ってこと？じゃあ4枚あるって言っていい？どうしてそれは知っそうなの？忘れるはずもないよ、あの日のことを。私は時間まで正確に覚えているんだが、どういうこと？ああ、そう言いながらその人物は黒衣を脱ぎ去った。え、カコちゃんなの？じゃあやっぱこの白髪の子はカコちゃんの娘とかな？先ほどまで天気を通して話していた彼女と少しも変わらない彼女の姿がそこにあった。未来ちゃんが悪いんだよ。なんで？君はそんなに辛かったんだね。あなたに何がわかるの？私の何がわかるの？え、どういうことなの？よくわかんねえや。待って。え、お前らは何なの？そうじゃなかったらいいなと思ってたの。カコたちを追いかけよう。わかった。私の嫌な予感って当たるんだよね。そうなんだ。ろうそくの火がついてる。行こっか、じゃあ。追いかけよっか。ここで戻ったりしたらわけわかんないもんね。戻れる！え、じゃあ、あ、え？お前なんでここにいんの？猫飼いたいよ、にゃ。あ、なんでお前ここにいんの？あと一個探そうと思ったけど、やっぱ追いかけよう。あ、なに、この屋敷もってことなの？あ、この屋敷がってこと？この屋敷もさ、鏡写しみたいに全く同じ間取りであるってことなのか？割れた天井が落ちてる。食器棚がある。え、どういうことなんだろう。全く同じ場所があるってことなんだ。じゃあ、あ、鍵開けて出てったぞ。え、どういうことだ。え、ここはカコちゃんがいた方ってことか。あ、そうなんだ。全然ホコリっぽくないもん。あ、ホコリまみれだった。鏡割れてないもんね、やっぱこっち。だいたいフリーゲームに出てくるクマのぬいぐるみは引き下がれんだよな。そうだろうね。岩頭商業所や旧世旧霊鮮明がある。書道家が書いたのかわかんねえけど。磁石になってた。引き出しの一段目の上部分に鍵を磁石でくっつけておいて、一旦私にオブジェを持ち上げさせることで鍵を落としたんだ。あ、そういうことなんだ。そしてあたかも時間を超えて鍵が私の方に送られてきたように見せかけた。そういうトリックだったんだね。え、そういうことなんだ。すげえ。あー、じゃあ、あいつなんだ。じゃあちょっとさ、追いかける前にさ、いろいろ見ていい？じゃあ。うわ、すごいな。じゃあ最初からそういうことだったんだ。じゃあ白骨化した死体とか、残り物は結構入ってる。開かないか。あー、面白いな。食べ物がしっかり温められそう。うわ、まあまあ途中からうすうす10年なんて隔ててないのかなとか思ってたんだけど、まさかそういう感じとは思わなかったな。でもじゃあだいぶでっかい家だったってこと。あ、ゴキブリちゃんといるんだ。でもあ、開けられる、ゴキブリのとこ。ゴキブリのぬいぐるみだ。ぬいぐるみ？ぬいぐるみ？ゴキブリの。一つの風呂場にシャワーが二つあるんだな。なんでだろうね。私もこのシャンプー使ってんだよね。なんだろう、ぬいぐるみって。そんな需要あんの？ちょっと、いいっすか？まあ、もう早くエンディング撮れよう感はあると思うんですけど、一応全部調べてから、行こうかな。てんてんてんだった。あのさ、これ調べてるとき、カコちゃんこれてんてんてんだったから、確かなんか自分で書いたのかなとかちょっと思ってはいたんですけどね。いや、むずいな。ただまだわかんない。まだわかんない。夫婦の写真。いや、面白いな。マジで面白い、このゲーム。書斎入れるわ。ちょっとさ、持ってきてんだよな。これとか使えたりすんのか、もしや。ここさっきカコちゃんが言ってた場所だもんね。医学書が多いの。本を抜き出す。こっちが入れるんだ。やっぱり。よかった、抜き出しといて。だから赤、白、黄色。同じなんだ。全く同じ屋敷があるってこと。え？変なタイトルの本がある。ヘロ、フルムマカオメラ。二夫平方、
クルムヘトロジャンチョ、誰だこれ、いやわかんねえわかんねえ。じゃあここになんか真相みたいのがあるってことなんだろう。あ、やっぱそうなんだ。引き出しを開ける。鍵を持っていこう。え、何これ、持っていかない、ちょっと待ってちょっと待って、え、何、ただ追いかけるルートも見ときゃよかったな。じゃあこれか。10月20日、青い空が好きだ。ミサオも青い空が好きだった。青い空を見ていると心が澄み渡るような気がする。調べてみると空の絵ばかりを描く画家がいるのだそうだ。知人の画商を通じて青空の絵を数点購入し、本日その絵が届いたので3階の談話室と1階ロビー、食堂にそれぞれ飾った。同じような青空の絵に見えるが、よく見ると微妙に違ってる。孫も気に入ったようだ。10月21日、今日は孫のアスカの20歳の誕生日。ささやかながらいつもより少しだけ豪華な夕食をみんなで食べた。孫はアスカだ。少し高いワインを開けて一緒に飲んだ。アスカは甘口のワインが好きなようだ。もう20歳、月日の流れは早いものだ。〇〇はずっと〇〇だというの。アスカは苦労をかけた分幸せになってほしいのだが、年を取って酒にも弱くなってしまった。今日は早めに寝ようと思う。苦労をかけた分、どういうことだ。文字がかすれてしまって一部読み取れない。アスカ、アスカって誰なんだそもそも。え、おじいさんって変なさ、実験してたりする人じゃないよね。1番目の引き出しを開けると書斎の鍵が開いてる。そのまま入れておこう。そうだね。いやー、映る、あー、オッケーオッケー。まだ、いや、まだ、もうこの時点で気づいてる人とかいるのかもしれないけど、まだ俺は、あ、これもそういうことだったのか。だから時空を超えるとか書いとけば、なんとなくそれっぽく見えるからとか、そういう感じ。でもあんなでっかいもん用意するかな。本が積んであるだけ。いろいろなジャンルの小説だ。テレビ離れしちゃうよね。さっきも言ったけど。普段、特段珍しいものではない。いや、何が目的なんだろう。あと、どこの鍵を俺は手に入れたんだろう。開かなかった。ライブしたい。そうだよね。ライブ、バンド組むからにはライブしたくなっちゃうよね。あ、そっか。開かない部屋。あ、でも開かない部屋なんてあったっけ？むずいな。結構いいピアノだ。そんなんわかんな。まあ、それはグランドピアノで良くないパターンってあんのって思っちゃうけどな。あ、壁紙にナイフを剥がしてみる。剥がさない。こういうのもできんだ。剥がす。剥がすぞ。上登れんだ。やっぱりこっちにも階段あるよな。またネズミがいたら嫌だな。そうだね。鍵を使うのか。あ、鍵は使わねえんだ。なんだここ。キラキラ光ってる。さらにセーブだ。どこかの鍵を使って机の引き出しを解除した。あ、これだったんだ。引き出しを開ける。なんだこれ。これって。神秘的な波動を感じる。テープで貼り固められた天鏡のようだ。天鏡？天鏡、カッコテープ固定を手に入れた。早く過去たちを後を追おう。あ、そうなんだ。え、もしかしてだけど、今までのやつは過去を追えなかったのか。年賀状だ、読む。塚霊一様、平成31年、新年明けましておめでとうございます。霊一さんも過去ちゃんも、アスカちゃんも、元気で幸せな一年になりますように。また畑で採れた野菜を持って遊びに行きます。今年もよろしくお願いします。アスカ、ヨシミ。アスカ、ヨシミ。アスカ、ヨシミ。何なんだろう。これでまあ全部調べたってことだよね。全部のアイテムを手に入れたってことだよね。まあ追いかけんだけど、一回セーブして、ちょっとずるいけどロードして、何もさ、何も拾わず、カコちゃんを追えるのかだけやっていい。いや、まだちょっとこの場所で調べなきゃとか出てくれんだったらいいけど。あ、追える！追っていいのか。え、だったらちょっとここでセーブして、ずりーけど。だったらもうせっかくなのも全部拾ったルートで見に行こうか。すべては私に罪を背負わせるために君が仕組んだことだったんだね。ええ、そのためにおじい様の名前で手紙を送ってあなたをこの家に呼び寄せた。呼び寄せたの？でもやっぱりバレちゃったみたいね。
そんなうまくいくとは自分でも思っていなかったけど、これしか方法が思い浮かばなかったの。え、だってさ、バスをさ乗り逃したのとか偶然な気するけどな。平成23年2011年3月11日2時46分忘れるはずもないよ。私の大切な人もあの日命を落としているから。令和3年石巻市海岸、プレスエニキトゥリメンバーザネクストシーン。3月9日、あ、これか。午後5時になりました。ニュースの時間です。え、本日、あ、そういうことか、そういうことか。じゃあ屋敷に監禁された時とこの墓参の時は時系列的にちょっとずれてんのか。携帯電話には翌日の朝の時間が表示されていた。12から13時間寝ていた。気づかなかったけど私たちもう丸1日以上何も食べてないよ。そう思ったら、あ、そっか。それにしてもこの家に来たのが一昨日の夕方だからもう1日半以上この建物内に閉じ込められてることになる。2時50分、君は10年前の過去にいるふりをしていた。10年前に知り得るはずのないことや10年前にはなかった言葉を知らないふりをしていた。でも最後の最後で失敗したね。そうね。あ、どういうこと？スマホとか持ってないのに時間が分かったってこと？腕時計とか、まあ、なんだろう、ね、未来ちゃんの気絶してる時間が長くて3月11日のこんな時間になっちゃった。本当は全部遅くとも昨日のうちには終わるかと思っていたのに油断してたよ。それにしてもよく気づいたね、天境の秘密。よく考えれば変なことだらけだった。君と私は2011年と2021年で10年を隔てて天境を通して会話をしていたはずだった。私が気になったのは天境が過去を映したり未来を映したりする鏡ではなかったこと。私が持っていた方の天境は未来を映すこともただの鏡になることもなかった。ずっと過去を映し続けていた。あ、映像だったってこと。私の方の天境は過去を映し続け、君が持っていた天境は未来を映し続けていた。でもよく考えると鏡が1枚だけだったらそんなことはありえない。確かに。例えば君と私が天境を見続けたまま10年の歳月が経過したと仮定する。そうすると2021年の天境は過去を映しながら同時に未来を映すことになる。それが最初から私の中で引っかかっていた変だなと思っていたの。探索をしていくうちに丁寧内にあった日記の記述に総天境なる言葉を見つけた。総天境、つまり天境には対になるもう一つの天境があるのだとそこで気づいたの。10年後を映す鏡 A と10年前を映す鏡 B、 対になる A と B の天境があるということに気づいた。そして私が持っているのは10年前を映す鏡 B なのだと最初はそう思っていた。そう思っちゃうよね。未来を映す鏡 A もどこかにあるのかなとそう思っていたの。どこから私を疑っていたの？天境を見つけた時の君との最初の会話。本気で言ってのドッキリとかじゃなくて、これタブレット端末か何かじゃないの？これタブレット端末か何かじゃないの？私がそう言った時、君はタブレット端末という言葉自体を知らない口ぶりだった。そうだよね。それで思ったんだ。鏡の先は本当に2011年なのか。どういうこと？2011年はタブレット端末が急速に普及した年だったから不思議に思ったんだけど、2010年だったら知らない人は多いだろうけど、2011年なら結構多くの人が知っていたはずで、本当正常に詳しいな。その後私は何度かここ10年でできた言葉や話題になった言葉を口にしたけど、君は知らない素振りをしてた。あ、ずっと試してたっていうか、ずっと確認してたのか。たまたまタブレット端末を知らないだけだったのかなとも思った。高校にもあまり通わず家から出てなければそういうこともあり得るのだろうと。だから一応心配はしてたんだ。もし本当に君がいるのが2011年ならば、11日の14時46分に大地震が来ると私は知っていたから。意地悪な人ね。あ、だから最後に時間聞いたのか。逆に君が10年後の未来にいるんじゃないかとも考えた。過去の人間のふりをして天気を通して私に何かをさせることで過去を変えようとしてるんじゃないか。あー、すごいな。いろいろ考えてんな。でももし君が未来にいるのだとしたら、昨日の割れた壺の説明ができなくなる。あれは私の失敗。天境のつながってる先が過去でも未来でもなく現在なのだとしたら、そう考えると全てがつながった。そもそも鏡の先が10年前の同日同時刻であるのも意味がわからなかった。ウルード氏の計算はどうなるのか。確かにね。よ、そっか。10年とは何日換算なのか、公転周期との関係はそもそも太陽暦なのか太陰暦なのかとかね。
だけど鏡の先が現在につながっているのであれば、当たり前だけど同日同時刻に決まってるんだ。そして鏡の先が現在につながっているのであれば、私のいた地下亭と君がいた地下亭は違う建物のはず。そう、この地下亭、便宜上表地下亭と呼ぼうか。私が最初に一旦中に入って出た建物、鏡の先で君がいたのもこっちの表地下亭だった。この2日間私はこの建物の中にいたように思わされていたけれど、実際この表地下亭にはいなかった。地下亭はこの表地下亭だけではなく、あの崖の中に埋められているもう一つの地下亭、裏地下亭があったんだ。そしてあの地下通路でつながっていた。そうなの。君は気絶させた私を裏地下亭の倉庫の中に移動させた。おかしな構造の建物でしょ。変わり者の作家が建てたんだって。いや本当に変わり者だね。そんなのすげえ。でもいろんなことが分かってくる。君が服を引っ掛けて割ってしまった1階玄関のホールの壺、あれは本当に予期せぬアクシデントだったんだね。その後私が1階に降りてみると、私の方の壺も割れていた。あれは君が未来にいたらできないこと。君は壺を割った直後、黒フードの人物に襲われたふりをした。ロッカーの中に隠れていたと言っていたね。あれはだからいろんなことをするための時間だったのか。実際は天井をロッカーに隠した後、マスターキーで地下通路を解錠し、表地下亭から裏地下亭に来て壺を割ったんだ。過去の壺が割れたから未来の壺も割れたと思わせるため、私が壺を割りにそっちに行っている時に、あなたが談話室から動かないでいてくれて助かったわ。あ、そっか。なんか心配で30分か1時間経ったか、いやそんなに経ってないみたいな時か。あの部屋は防音になってるから。あ、防音とか言ってたな。いろいろ考えてんだ。あの部屋にいてくれなかったら私が壺を割る音を聞かれていたかも。天気は強い霊力を持つ巫女の姉妹が作ったという伝承だけど、廷内の日記を読むと、君のおじいさんは姉妹巫女は仲が悪かったと書いていた。仲の悪い姉妹が通院になる天気を作っただろうか。鏡 A、B は2枚で1つのものだから、鏡 A と B をそれぞれ作ったとは考えづらい。仲の悪い姉妹が協力して総天気を作ったとは思えない。わあ、そういうのもかかってきてたんだ。仲が悪かった巫女の姉妹はそれぞれ別々に1対ずつ総天気を作った。そういうことか。いや、俺はさ、仲が悪いとは言われてたけど、そういう何かをやるときはちゃんと協力するゾロとサンジみたいな感じの巫女の姉妹なのかなとか思っちゃってた。いいように解釈してたわ。鏡の向こうが現代につながっているのではないかという疑惑も、鏡が4枚2対あると考えれば説明が可能になる。うわ、すごいなこのゲーム。合わせ鏡4枚で2対の蒼天鏡のうち2枚の10年前を映す鏡、片方を裏側にして鏡面同士を合わせて合わせ鏡状態にした。そして動かないよう固定して誰も触らないような場所に安置しておけばいい。あ、それがさっき手に入れたやつか。10年間誰も触らないような場所ならどこでもいい。君はガムテープで貼り固めて4階の机の中に隠しておいたんだね。そう、私たちが持っていた天気は両方とも10年後を映す鏡だったんだね。私が持っていた天鏡を A とすると、鏡 A は10年後の鏡とつながっている。君が持っていた天鏡を C とすると、鏡 C は10年後の鏡 D とつながっている。過去を映す鏡 B と鏡 D は現在にもある。この鏡 BD をさっき言ったように合わせ鏡にして10年間誰も触れないような場所に置いておけば、未来にある鏡 B と鏡 D も合わせ鏡のまま、こうすれば天鏡 A を覗き込むと未来を経由して天鏡 C の向こう側が見えるようになる。はあ、そうなの。むず、そういうことか。合わせ鏡だからか。だから合わせ鏡にしてんだ。君はこうやって過去と未来をつなぐ鏡を4枚使って現在と現在をつないだんだ。ああ、そういうことなんだ。じゃあこの鏡はちゃんとそういう能力はあったんだ。能力あったのを逆手にとって全部現代にしたんだ。自分が過去にいると私に思わせるために。いや、賢い二人とも。過去も未来も私にはどうでもいいのよ。え？暗い過去を抱えて希望のない未来に怯えていた私にあるのは苦しい現在だけ。本当の過去はここにいる白髪の女性なんだね。君の姉の塚過去、
じゃあ、お前がアスカちゃんなの？彼女は何歳なの？君は何歳なの？お姉ちゃんが27歳。私が24歳。若く、というか幼く見えるね。君は確かに高校生でも通用しそうなくらい。君のお姉さんも若く見えるね。そうね。あの談話室の発行つかした遺体のそばにあった塚加工の名義のマイナンバーカードは彼女自身のもの。こっちの時間軸では すでに過去は死んでいると私に思わせるため、そのためにわざわざ君はあの遺体を用意した。あれは誰の遺体なの？知らないわ。え、何それ怖っ。ああ、そういうことか。自殺の名称みたいなのも関わってきてたのか。この近くにある墓地の崖、自殺の名称なんだってね。そう、頻繁に飛び降り自殺がある。自殺の名称。あそこで死んだ誰かの遺体を回収して利用したんだね。うわ、えぐいことしてんな。お前、な、えぐいな。あの崖から海を見下ろすと海に飛び込めるような気がするのよね、きっと。でも海まで届かず、みんな手前の岩場に落ちちゃう。そんな場所だから遺体の調達は容易だった。そう、全部は天井が10年前の過去に繋がってると私に思わせるための布石だった。謎解きも過去と思われる遺体もトリックを使った鍵の出現も全部。最初の部屋で君が見つけた次の部屋の鍵、その受け渡し。最初に骸骨のオブジェの下に置いて受け渡そうとし、私に一度オブジェを持ち上げさせた。でもそこに鍵はなくて、次に引き出しの一番上に鍵を入れて受け渡しをした。あの骸骨のオブジェの底面には磁石がついていた。引き出しの一段目の上部分に鍵を磁石でくっつけておいて、一旦私にオブジェを持ち上げさせることで鍵を引き出しの中に落としたんだ。いや、賢いな。それさっき 見に行ったしね。そうやってあたかも時間を超えて鍵が私の方に送られてきたように見せかけた。信じちゃうわ、俺だったら。あれはそういうトリックだったんだね。未来ちゃんが賢すぎる。過去はすでに死んでいると後々私に思わせるためにも、君が過去にいると私に信じ込ませる必要があった。過去が死んでいるなら黒フードの人物は過去ではない、そう印象付けるために。黒フードの人物に刃物を持って追いかけられたと君が言うことで、黒フードは私たちの敵だと私に思い込ませようとした。そういうことか。じゃあお姉ちゃんを殺すのが目的だったってことなのか。じゃあ、そして黒フードの人物、つまり君のお姉さんを私に殺させようとしたんだ。あ、もっと言うなら私自身も殺させようとしたのか。だって未来なんていらないって言ってたもんね、さっき。君は君のお姉さん佳子さんに黒衣を着せてナイフを持たせ、あなたを襲おうとする悪者が来るから自分の身を守ると吹き込んだ。私には黒フードの人物は狂った殺人鬼だと思い込ませる。そして追い詰めて私に佳子さんを殺させようとした。君の目的は自分の姉を殺すことだったんだ。でもそれができなかった。だから天気を使って私を騙して私に姉を殺させる計画を立てた。君は自分の手で生き物の命を奪うことはできないから、それは譲らないんだ。近所に住んでいたおじい様の友達、私が大好きだったアスカさんとの約束。私は約束を絶対に破らない。だから代わりに私に佳子さんを殺させるためこんな回りくどいことをしたんだろう。あなたに殺して欲しかったのはお姉ちゃんだけじゃないよ。あ、そうだろうね。だってもうバッドエンド取ってるからさ、自分自身も殺して欲しかったんだよね。私自身も殺して欲しかった。お姉ちゃんも私も殺して何もかも終わりにして欲しかったんだよ。そっか、それが屋根裏部屋の神の正体か。どんなに辛くても私は私自身を殺すことができないから。みんなできないよ、そんなの。辛かった。お父様もお母さんもいなくて私を育ててくれたおばあ様も、私を可愛がってくれたアスカさんも、ずっと今まで一緒にいてくれたおじい様も、みんな死んでしまった。残ったのはこの大きな屋敷。おじい様の遺産も相続税を払えばほとんど何も残らない。残された私は重い障害と難病を持つお姉ちゃんと二人きり、一体どうやって生きていけばいいの？私一人だって生きていく力なんてないの。学校にもほとんど行かず、途中で辞めた私はその後就職もまともにできなかった。生きていく力なんてないんだよ。この屋敷売ったらまとまったお金になったりはしないの。それで君はお姉さんと心中しようとしたんだね。あ、でもその屋敷を売る分も相続税とかにかかってくるのか。いや、むずいね、そんな。でも君は生き物の命を奪うことができない。
幼い頃の約束が君の心を縛っているから。お姉さんを殺すことも自殺することもできない。だから代わりに私にそれをさせようとした。なんで私が選ばれたの？そうよ。あなたも私と同じおじい様の孫なのに、今まで私たちを無視して遠くで幸せに生きていたんでしょ。いや、本当にそうかな。自分が不幸だからって他のやつが幸せとは思えないだろ。そう思うと腹立たしくて、あなたに全ての罪をかぶせてやろうと、あなたなら私の心が痛まないだろうと、そう思った。それは誤解だよ。というか勘違いだ。何が勘違いなの？君は自分だけが辛い思いをしていると思っているのか？それに、なんで自分だけで輝こもうとするんだ？なんで誰にも助けを求めないんだよ？最初から誰かに助けを求めればよかったんだ。そうすればこんなことにはならなかった。こんなことをする必要はなかったんだ。そうだろ、使わすか。あなたに。あなたに私の何がわかるのよ。もう全部わかるわ。やめて。アスカをいじめないで。お姉ちゃん。それでも守るんだ。お前のこと殺そうとしてたとか、そういうのを全部わかった上でも、守るんだ。いじめないで。ごめんね、お姉ちゃん。お姉ちゃんはこんなに優しいの。アスカは過去を後ろから抱きしめた。過去は少し戸惑いの表情を浮かべ。ごめんね。私が悪かったの。私がバカだった。お姉ちゃんにひどいことを。ごめんね。ごめんね、お姉ちゃん。アスカの瞳からこぼれる大涙は頬を伝え、止めどなく流れ落ちた。罪の意識と後悔の念が彼女の中から溢れ出るかのように、止めどなく涙は溢れ、彼女の震える泣き声だけがあたりに響いていた。私は姉妹にかける言葉が見つからず、ただ黙って彼女たちに寄り添うことにした。青い青い空の下で、時間を忘れて私はただただ孤独な姉妹に寄り添うことにした。ふと見上げると、一羽の鳥が青空へ飛び立つのが見えた。優雅に、自由に、舞うように力強く。10年後私はどうしているだろう。私たちはどうしているのだろう。そして10年前の今をどう振り返るのだろう。大空を舞い飛ぶ鳥を見ながら私は遠い未来に思いを馳せたのだ。うわぁ。これもしかしたらあれかもね。アイテムとか拾わなくてもこの推理をしたのかもね。で、その裏付けのためにアイテムを取りに行ったのかもね。今僕たちは。いや、どうなんだろうね、これ。そっか。プレスエニーキートゥーストップルッキングアップアットザスカイ。オッケー、空を見んのやめよう。う。あ、ごめん、お姉ちゃん。大丈夫？どうした？あ、そっか。体がすごく弱いのか。アルビノみたいな感じなのかな。お姉ちゃん病気で、日の光を浴びるのも良くないの。軒下に移動しましょう。だから君のおじいさんは、裏塚邸に加護さんを住まわせたんだね。あ、そういう意味なの。監禁ってこと？ほぼ。ああ、そういうわけでもないのか。本当に大事にしてたのか。いや、そっか。あのおじいさんの手紙つか日記が、そっか。大丈夫なの？今日はそんなに日差しが強くないから大丈夫だと思う。でもしばらく安静にしてた方がいい。ごめんね、お姉ちゃん。私が全部悪いの。君はこれからどうするんだ？どうにもならない。どうにもならないから全部終わらせようと思ってたんだ。さっきも言ったけど、もっといろんな人に相談した方がいいと思うよ。財産のこともお姉ちゃんのことも君の生き方についても。君がそういうの苦手なら私が手伝うよ。乗りかかった船だからさ。弁護士とか福祉系の仕事してる知り合いがいるから相談してみるよ。本当に？ありがとう。私誰にも頼れないと思い込んでいた。そうなんだ。そうなんだ。でもこうやって助けようとしてくれる人にはちゃんと甘えられればするんだ。誰も私に優しくなんかしてくれないんじゃないかと。そんなことはないとも言いづらいか。でもどっちにしろ自分から助けを求めないと誰も助けてくれないと思うけど。ありがとう、未来ちゃん。本当に未来ちゃんに会えてよかった。大げさだろ。いや、未来ちゃんがいい人すぎるな、本当に。誰だ？あ、めっちゃ可愛い女の子現れた。ミラーみたいなロンティー着てるね。あの、こんにちは。こんにちは、どなたですか？おじいちゃん、レイチさんに会いに来たんです。ここが、塚レイチさんの家で間違いないですか？誰、あんた。
そうですけど、塚礼一は先月亡くなりましたよ。え？礼一おじいちゃん亡くなった？嘘。でもこの前おじいちゃんから手紙をもらったんだよ。私の父に内緒で話したいことがあるから来てほしいって、今まで全然連絡がなかったおじいちゃんから手紙が。え？本当は一昨日来る予定だったんだけど、近くまで来た時に、私高速道路で玉突き事故に巻き込まれて今日まで病院にいたんだ。約束は一昨日だったから、急いで来たんだけど、おじいちゃんが先日死んで いたの。どういうこと？あなた名前は？え、私？鏡未来だけど、そうだよね。ちょっとなんか今不思議に思ってたんだよね。この子もしかして、その、京也さんの、娘なんじゃねえかって思って、未来ちゃんじゃあ何なんだって思ったけど、今その状態ってこと？鏡未来？うん、レイチの息子、京也の娘の鏡未来。じゃあ何なの？あの子。え、何こいつ？未来ちゃん？未来ちゃんは、あなたは一体誰？一体何者なの？私？君と同じだよ。私の名前はアスカ。アスカ未来。どういうことですか？プレスエニキートゥーバックトゥーザーフューチャー、未来に戻ろう。それからあっという間に一年が経った。あ、そっか、一番最後のさ、なんか、鍵開けた部屋のところで、アスカなんとかって名前書いてあったもんな。年賀状に。あ、もしもし、うん、聞いてる聞いてる。じゃあ、カゴさんも元気にしてるんだね。よかった。アスカはどうなの？仕事の方は。鏡未来さんが作った会社で働き始めたんでしょ？あの子会社建てたんだ。すげえな。そっか。最初は大変だと思うけど、頑張ってね。でっかい鶏のぬいぐるみあんな。すごいリアルな風景。あれからもう1年だね。早いね。うんうん。またそっちに遊びに行くよ。というか、たまにこっちに遊びに行きなよ。カゴさんも、鏡さんも一緒にさ。私のライブも聞きに来てほしいな。もうめっちゃ成功してんの。え？うん、まだだよ。そんなんじゃないって。うん、うん。あ、じゃあね。またね。また連絡してね。いい天気だな。え、動かせんの？動かせる。あ、セーブ、全部使ったってこと？私。あー、使ってなかった、びっくりした。93セーブしとくか。日記なんかさ、あー、そっか、年賀状は見れないのか、ここでは。わ、ちょっと携帯電話もう一回使うと。あー、使えねえんだ。入ってみるか。え、外が見れたりするってこと？景色もいい。今日は天気いいな。そんだけか。こっち側は内側から鍵が乾かって、なんで埴輪があんだろう。埴輪と鳥籠ってどういうシステムなの。チューリップが咲いてんな。衣装ダンスの上にはぬいぐるみが置いてある。あー、ミスった。天鏡に割れた天鏡が映ってる。あの時鏡の向こう側でアスカが天鏡を割ったんだよ。だから鏡が割れた音がして、こっちの天鏡にはアスカの姿が映らなくなった。しかしこちらの天鏡から破片が飛び散っていなかった。4枚の天鏡 ABCD があって、私の持っていた天鏡 A は未来で合わせ鏡になっている天鏡 B と天鏡 D を経由してアスカの持っていた天鏡 C とつながっていた。アスカが天鏡 C を割ったことで10年の時を超えてつながっている未来の天鏡 D も割れた。だけど天鏡 B が割れたわけではないので AB はつながったまま、私の天鏡 A は割れた天鏡 D を映し続けている。だからこの天鏡 A と天鏡 A につながった天鏡 B はまだ割れていないし、天鏡としての効力を失っていない。合わせ鏡になっている2枚の天鏡は片方だけ割れて、もう片方は割れてない。あのガムテープで固定された合わせ鏡の天鏡、あの後アスカに返したんだった。アスカ、あの後あの天鏡どうしたのかな。え、今見てんの？天鏡に映った割れた天鏡が唐突に消え、表面にある人物が顔を出した。やっほ、こんにちは。私、未来の。髪色変わってる。だ、誰？うわ、10年前の私、めっちゃ若い。かわいい。超絶かわいい。10年前の私って、まさか、あなた、まさか。未来の、未来だよ。
あ、合ってるっけこれ。未来の未来って、あれ、そんなタイトルの映画なかったっけ。というか未来の私、髪が黒いの信じられない。一般社会に迎合してるのマジ許せない。なんかノリも軽いし頭悪そうだし、あんたは本当に私？まあね、未来ちゃんめちゃくちゃ頭いいもんな。あ、10年前の私とかってて可愛いな、若いな。なんなのよ、天然？久しぶりにみんなで集まって遊んでたの。それで昔話になってさ、10年や11年なんてあっという間だよね。そういえば天鏡ってまだ繋がってるよね。アスカが合わせ鏡にしてあった天鏡を引っ張り出してきてね。それで過去の私と話してみようってことになったのも酔っ払った勢いじゃん。というかあんた酒飲んでない？絶対そうだよね。あったり、さすが過去の私さ、しがいいな。この鏡は危険すぎる。即刻封印した方がいいな。ちょっと。今ね、ここに、鏡社長も加古さんも、アスカもいるんだよ。え？あ、アスカがね、あなたと話したいんだって。ね、いいでしょ？ああ、もちろん。ああ、何このいいゲーム。ああ、終わったんだ。シークレットエンドを取ったわ。シークレットエンドなの？トゥルーエンド取れてねえんだけど、じゃあ。これシークレットだったの？ちょっと待って、間違えてさ、連打して、今時 CD とか誰も買わないよね。そうなんだよね。本当にそう思うわ。お前、もうお腹空いたの？さっき食べたでしょ？可愛いな。黒猫の青は私が塚家から引き取り、現在一緒に暮らしてる。いたずらばかりするので手を焼いてる。オッケー、そういうことか。机の引き出しには手鏡が入ってる。もちろん天気用ではない。そういえば、ちょっと前に、手鏡に赤い口紅で自分の名前を書いて枕の下に置いて眠ると10年後の自分が見られるっていう都市伝説あったよね。あ、そうなの？最近の話なの？そういうゲームやったことあるわ。バンドの演奏を動画サイトにアップロードしたら結構多くの人が再生してくれてるみたい。コピーバンドもいいけど自分の曲を作るのもいいよね。そうだよね。ゴミ箱だ。まだ出かけなくていい。あ、オッケーオッケー。で、さっきの感じなんだ。見つめない。オッケーオッケー。よくわかりました。じゃあ、トゥルーエンド取るか。じゃあ何も調べずにここさっきのとこセーブしたのにまたやってるわ俺。いや面白いゲームだったな。じゃあこっからやっていこうかな。これトゥルーエンドかな。何も分かってなかったりすんのかな。これあでもやっぱりバレちゃったみたいね。そんなうまくいくとも自分でも思っていなかったけど、これしか方法が思い浮かばなかった。ああ、ここら辺は変わってねえのか、でも。いや、すげえいいゲームだったな。あ、トゥルーエンド装填。なんか、こっち側だと、いや、ほとんど変わんなかったんですけど、あ、今からちょっと変わんのかも。ほとんど変わんなかったっすね。あ、ごめんね、お姉ちゃん。大丈夫？あ、ここら辺は、トゥルーエンドはトゥルーエンドなのかな？全然何も変わんなかったっすね。多分。このエンディングだと、本物の鏡未来さんが来ないのかな？あ、でも来てるわ。来てるわ。怖い話になっちゃうだけなのか。私？君と同じだよ。私の名前は。あ、私の名前がわかんないまま終わっちゃうのか、こっち側のルートは。ああ、そういうことか。じゃあ、シークレットエンド取らなかったら、何なのかわかんなかったんだ。じゃあ、ここでエンディング分岐とかすんのかなって思ったけど、分岐しないってことは、じゃあな、これごまかしたりしても、バレちゃうってことなのかな、鏡で。まあ、過去の遺体があったとは言わない。過去実はね、談話室に白骨化した遺体があったんだ。え、遺体？あ、ここは変わんねん。死んでからかなり経ってるみたい。完全に白骨化していて、誰かわからない。カードは？マイナンバーカードは身分証なんでしょ？誰のカードな？マイナンバーカードのこと知ってる。汚れと表面がそがれていて読めない。嘘。未来ちゃん私のために嘘ついてるんでしょ？さっきカードを見て驚いてたでしょ？この家の中に遺体があるのは私かおじい様のどちらかの遺体としか考えられない。お願い教えて、どっちの遺体なの？でも、脱出するためにどんな情報でも共有しておいた方がいいと思うの。それがたとえどんなにショックの内容だ、結局言うことになったのか。ああ、同じだったんだ、これ。
そっか。じゃないと、動揺して壺割ることがないもんね。じゃあ頑張ってごまかすも一応選んどこうかな。カード、カード。カードといえばさ、昔小学生の女の子が飛び散った魔法のカードを探して封印していくっていうアニメがあったんよね。私が見てたのは再放送だけど。あ、あったあった。私を見てた。大好きで。私漫画も全巻買って読んだよ。私も漫画読んだことある。好きだったな。最後が感動的でさ。もっと主人公たちの物語が見たかったな。その作品、続編が出てるはそうなんだ。そうなの？嘘？嬉しい。続編が出るのは過去のいる時間軸の何年か後だけどね。へえ、楽しみ。それまでは絶対生きてなきゃ。ねえねえ、未来ちゃん、同じ原作者が昔書いていた漫画で東京舞台に地球の運命をかけて主人公たちが戦うって作品知ってる？ああ、わかる。それも読んだことある。私あの作品も大好きな。でも連載が止まっちゃっていて、こっちの時間軸ではまだ再開していないの。その作品は残念ながらこっちの時間軸でも連載は再開してないよ。そうなんだ。ハンターハンターみたいなやつなんだ。そうなんだ、残念。というか未来ちゃん、今何かごまかしたでしょ。あ、こっちでも結局バレちゃうんだ。え、何か、何も隠してなんかないよ。私に気を使ってくれてるの、それは。あ、そっか。そもそも、まあアスカちゃんが仕組んだことなんだから、まあ、手はず通りっていうか、シナリオ通り動いてくんないと、アスカちゃんも困るから、そういうことなんだろうな。オッケーオッケー。あれ？壺が割れてる。あ、そっか、過去で過去が、壺割ったからこっちの時間軸でも割れたってことになったのか。あ、こんなこと言ってたっけ？まあ、ついでに、撮ってなかった。あ、そっか、俺、あれなんだ。この、食堂行くときに、あれだわ。カコちゃんルートでやってたから。見れてなかったんだ、あれ。壺の下り。大事だったのにね。じゃあ、ここ、携帯電話について話すって、撮ってなかったんで、これだけ撮りますか。10年で、携帯電話関係の状況は結構変わったかな。スマートフォンの普及率が高くなったから。そうなんだ。こっちの時間軸でもスマートフォン持ってる人増えてきたけど。そういえばこの家に来てから携帯電話が圏外なんだよね。え、嘘。そっか、こういうのも、崖の中に屋敷があるからってことなんだ。バス停の前で見かけたとき圏外じゃなかったんだけど。おかしいな、そんなはずないのに、いつもは家の中でも圏外なんてならないよ。そうなの？私はてっきり、携帯の電話も届かない僻地なのかと思った。ひどいな、未来ちゃん。そんなことないよ。この辺りの郊外は田舎だけどさ。バスに乗ってた時に見たけど、この辺り、全然ポケストップがないんだよね。ポケストップって何？ミニストップみたいなこと。ポケストップ？アイテムもらえるところだよ。田舎には少ないんだよ。なんだろそれ。ポケモン GO 的なやつなのかな。じゃあ、ここ、カコちゃんの部屋、行きます。絶対開けるして、ナイフで応戦ここでしてなかったんで、ナイフで応戦します。いや、怖。そっか、これ、弁当食わさせられてたんだ、ここで。なぜか。じゃあ、ナイフで応戦する。よし。私は突然ナイフを握りしめた。私は黒フードの人物の胸にナイフを思いっきり突き立てた。嫌な感触が手を伝う。黒フードの人物は私の足元に崩れ落ちた。未来ちゃん、どうしたの？私、人を殺した。え？何かが割れた音が聞こえて、私は手元の天井を見た。もう向こう側に彼女の、あ、これ一番最初に見たバッドエンドと同じなんだ。わあ、そっかそっか。あ、ゲームオーバーだった。というわけで、多分、主人公は生き延びることができた。しかし、人を殺した罪悪感と混乱のため目の前が真っ暗になってしまった。彼女はこれから一生、人を殺した罪悪感を抱えながら生きていくことになる。それも一つの人生であるが、もしもプレイヤーのあなたが彼女の違う人生を見たければ逃げるを選択することをお勧めする。そうなんだ。そっちのルート見てきたよ、でも。ありがとう。というわけで、これで多分取りこぼしないかな。まあ、シークレットエンドも取れたんで、ちょっと、満足げで終われますね。蒼天橋事件、とても素敵な、いや、シナリオずっと面白くて、最後の最後でなんか、まあ俺の考察能力の低さもあると思うけど、今までやってきたことを全部裏切られる感じとかもとても新鮮で、めちゃくちゃ楽しいゲームだったな。で、シークレットエンドの方ではみんな幸せそうに暮らしてんだもんね。そのさらに10年後でもみんな幸せそうに暮らしてんだもんね。いや、結局、
その、いやまあ今一切編集とかもしてないんですけど、未来ちゃんがどういう子だったのかあんまピンときてないんですけど、未来ちゃんも、未来ちゃんもあれなのかな、なんか途中でつかトゥルーエンドとシークレットエンドの時に来た未来ちゃんの妹とかお姉ちゃんでそういう感じだったってことなのかな。だってカッコちゃんとアスカちゃんと同じだよとか言ってたもんね。いやー、よく分かんなかったっすね。すいません。ただとても素敵なゲームだったんで、気になった方はぜひやってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。そういえばここ撮ってなかったんで、ここだけ撮っていきます。ロッカーに隠れたとこですね。外に出よう。うわー、バレた。黒フードの人物はナイフを私の胸に突き刺した。その手はかすかに震えていた。あー、なるほどね。オッケーオッケーオッケー。一概に何が正しいのかはわからないが、こういう場合は一回くらいは待って様子を見た方がいいのではないだろうか。命がかかってる時は安全な選択肢を選ぶ方が賢明であると考えられる。まともなこと言われる。ずっと。で、まだ出ない。で、この足音が聞こえてから、外に出る。あ、いなくなってんだ。あ、いなくなってたわ。で、一回だけ待てばよかったんだ。俺めちゃくちゃ待ってたけど、一回だけ待てば死ななかったんだ。オッケー。これ、編集してて思ったんですけど、もしかしたら、このアスカおばさんの、娘とかだったのかもね。アスカ、未来ってことなのかな。くらいしかもうわかんないもんね。というわけで、まあこれで全部は取れたかな。そんだけ、今日は何かが起こりそうな予感がするってこの一番最後のところで言ってるのもよかったな。というわけで、ようやく。これで多分取りこぼしはないはずっすね。いや、素敵なゲームでした、本当に。いや、もう編集とかしてようやく、その鏡と鏡の合わせ鏡にすることによってみたいなのもようやく理解できたし、めちゃくちゃ難しいゲームだったな。いや、でもとても素敵な。あ、地図とかはねえんだ。素敵なゲームでした。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。